おはようございます。おはようございます。はい、速報です。高さん、速報おじさん。何ですか？まあまあそうだね、トレード成立しました。ということでね、ソフトバンクと西武の間でね、ねえ、はい、はい、あのソフトバンクはね、強打の内野手と言われている野村大樹選手、はい、西武からは育成の斉藤選手、はい、これはピッチャーのね、はい、斉藤投手ですね、はいはい、野村大樹っていうのは非常にパンチ力もあってね、うん、まあ小柄なんだけど、はい、まあ清宮の一個後輩で、うん、清宮がいる時に早実で4番を打ってるというね、うん、まあ実力者ではあるんだよね。ね、高校時代こうね並びでクリーンアップしてたっていうね、そう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 、うん、まあその中でソフトバンクに行ったんだけども、やっぱソフトバンクだとやっぱこう出番がないわな、いろいろね、こうそう熱いしね、まあそう熱いし、うん、まあ山川も入ったしね、うん、で栗原サードに持ってこられて、うん、でその控えにリチャードもいるとか、はい、ね、まあそんなことを考えると、うん、やっぱ出番っていうのはこれから先も、うん、まあそんなにないというね、はい、まあ、相当実力をつければ別だけども、うん、まあでも環境を変えてね、使っていくとこの選手は俺は成長していくと思うんだよね。ねえ、まだ23歳ということでね。そう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 、ね、いやだから西武っていうのは、うん、まあ三塁サードも、うん、まあファーストもそのレギュラーと言われる人っていうのはまだいないから、うん、まあ、チャンスは多くもらえると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではすごく野村にとってはいいトレードかなという、なるほど、まあそんな感じもするし、うん、今回ねすごい異例って言われているのがね、はい、そうなんだ、西武の選手は育成の選手なんですよね、そうなんだよね、うん、ということで育成選手と、支配下の選手がトレードになるっていうことはないんですよね、うん、まあそれはごく珍しいよ、うん、やっぱ支配下になってない選手にでも目をつけてたっていうことだろうね、史上初めてみたいですよ、はいはい、うん、ただね、神奈川の桐蔭学院を出て、はい、うん、そこから明治に進んでんだよね彼はね、やっぱねスカウトの目には止まってたと思うんだよ、うん、でまあドラフトされるぐらいだからね、はい、それでやっぱその時の担当スカウトっていうのが、うん、やっぱこうそいつに惚れ込んでるっていうケースも中にあるんだよね、うんうんうん、だからうちに来たら、うん、でこのコーチに任したら覚醒できるというような、うん、まあ、自信もあるのかもわからないし、ね、うん、で六大学でも52試合ぐらいかな、うん、まあ、相当投げてんだよね、はいはい、うん、それで勝ち星も11勝とか、うん、まあ、六大学で厳しいところでも上げてるし、はい、それなりの実力は兼ね備えてると思うんだよ、うん、2017年のドラフト1位なんですよね、まあ、そうだね、うん、いやただね、うん、やっぱ西武の投手陣あの枠を見るとさ、うん、そうそうたるメンバーがいるし、まあこのままいっても、はい、まあなかなかねチャンスをもらえないのかなという、うん、また左ピッチャー で、うん、で竹内とか隅田とか佐藤だとか、うん、結構もう育ってるというか、うん、一線級が揃っちゃったんだよね、はい、そうなってくると、まあ、出番がなくなるかなという、うん、まあ、そんな感じの、まあ、育成だけどもソフトバンクの方はその素材に目をつけてたというか ね、まあ、そんな感じがするんだよ。こうあの2011年に、うん、クリーニング手術を受けて、はいはい、で復帰に1年以上がかかるよっていうことで、はい、あの一旦戦力外という形で育成になったっていうことがあるので、うん、まあそうだね、多分もうこれからこの手術をして万全に整えて支配下に上がりっていう、うん、まあ、そうだね、計画だったんでしょうね。まあそうだね、うん、まあ、ソフトバンクの方を言えば、うん、まあ左ピッチャー中継ぎという意味でちょっと不足かなという、うん、まあ、感じもあるんだよね。まあいるけどね、うん、いるけど、まあ、だけどその素材ということに関して、うん、まあ、非常に見ててくれた人もいると思うんだよ ね、まあ、あとは、うん、まあ、山川をこう FA で取るときに、はい、まあ、ちょっと変なあ動きがこの2チーム間でね、2チーム間でちょっとあったよね、うん、まあ、ありましたね、うん、だからまあそれはなんか西武が折れるような形、はいはい、あの時はね、になって、うん、だからまあちょっと貸し借りみたいな、うん、そういう部分もあるのかなというような、まあなきにしもあらずみたいな、うん、まあ世の中はね、まあ、貸し借りの世界にもあるからね、うんうん、まあひょっとしたらまあそういうことで、まあ、西武も苦しんでるし、
お願いしたらじゃあ OK ですよというようなことだったのかなという気もしないではないけどね、これは定かではないから、まあ想像の世界だけど、豊かさんの中のね、今回出してまあ想像の中の世界でちょっと申し訳ないけどもね、まあでも俺は野村大樹にしてみれば、いやチャンスはすごくある球団だし、非常にやりがいのあるチームじゃないかなというね。まあそれと球場もね、中では狭い方だし、で野村大樹っていうのはやっぱホームランの魅力にも取り憑かれてるところもあるだろうし、だからそういう意味ではすごく、見本となるおかわり君だとか、そういった先輩もいるし、まあ殿崎とか、なんかパンチ力を持ったね先輩もいるし、だからそういう意味ではいいトレードかなという、まあ、感じがするしね、まあ、ソフトバンクの方がよく出したなっていうふうには思うけど、まあだけど選手のことを思うと、まあ、それはもう出してあげた方がいいし ね、それとやっぱ斉藤の方も、まあ、環境を変えることによってね、今までなんかこうやっぱこういい投手の中でいて、なんかこうなかなかこう出番がない、でストレスも相当溜まってたと思うけども、それはソフトバンクでもそうそうたるメンバーがいるよ、でも環境を変えることによってもう一度リセットして、まあ、やる気になるというね、まあ、そういう効果もあるだろうし、非常にあの2人は期待したいなっていうふうに思いますよ。はい、斉藤投手はね、はい、その後も2022年と23年に再度戦力外を2回合計3回受けていて、でそれからの、ね、契約になって再契約っていうことなんで、やっぱ戦力外を再三受けても再契約して置いておきたいっていうような選手っていうような考え方もありますよね。まあそりゃそうだね、あとやっぱ年齢から見てもさ、もうっていうふうに思うだろうけども、まあでも本当に今じいちゃん言ったように、再三戦力外を受けてね、支配下に なっても置いとくっていうのはさ、やっぱそれらの素材っていうのに魅力を感じてるんだよね、やっぱね、手放せないというようなね。そう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 、今もう29歳だっけ。そうそう29歳、まあ、そうだね、もう本当にでも言っても残された時間っていうのはそんなに長くはないよね、まあ2年間のうちにどうするかというね、今年も入れての2年間だからね、1年半ぐらいしかないと思うけども、いや本当に頑張りがいがあると思うよ、最後のね。ね、なのでね、このチャンスはものにしてほしいなっていうところでしょうか。まあそうだね、まあ、野村大臣も、まあ、そのつもりでやるだろうしね、だから環境を変えてサードなのか一塁なのか、まあ二遊間ができるとは思えないんだよね、だからサードかファーストで彼がハマったらパンチ力もあるし、いや俺は西武にとって救世主になるようなそんな働きができるとずっとやっていけるけどね、レギュラーで。ねえ、この間の松原選手が、まあね、一番不在でっていうところでの救世主になるかっていうところで、まあそうだね、ねえ、まあでも慣れつつあるしね松原も、ねえ、で昨日なんかタイムリー打ってるしね、ねえ、ただ9番になっちゃったんだよね。いや彼はやっぱり1番で覚醒してほしいなという選手だけども、まあ野村に期待するところはやっぱクリーンアップのまあ一角を打ってほしいなという、まあそれとそれがなかったとしたら、まあ、6番とか打ってほしいなという、まあそんな感じがするよ。まあ2番でもいいな。まあでもね、本当にバッティングにバッティングはすごく器用な選手だし、だから2番打っても松原1番で出て野村がねチャンスを広げるみたいな、そしたらもう西武生え抜きのね殿崎がねそれを返すとか、まあそういう風になってくると、まあ、西武も楽しみだなと思うよね。ねえ、昨日まで対戦中だった両チーム、まあ対戦中にこういろいろ話したのかもわからないし、ね、そして首位と今最下位の、ね、チームのっていうトレードで、まあ、ね、西武にとっての緊急補強みたいな感じでもありますかね。そうだね、そうだね、ね、ソフトバンクの方は、まあ、最初困ってるっていうことはなくて、やっぱこう持て余してるというね、なるほどなるほど、やっぱ取った選手が埋もれてしまってるというね、まあそういうこう
なんていうの、責任感もあったんじゃないかなというような感じがするよね。まあそうですね、うん、で今後の見通しを見ても、うん、野村大臣はチャンスは少ないだろうなっていうようなところからね、うん、まあ、チャンスを上げたという、うん、まあ、トレードという、まあだから本当にあのいいトレードになるといいなっていうふうに思うし ね、 ね、まあ西武はこれをきっかけにね、うん、まあ、ちょっとチームの雰囲気が変わり、あのなんかもっともっと戦えるようななんかこう雰囲気がね、うん、出てくるといいなって思うしね。本当にこのね、まあいろいろ入れということでね。まあそうだね、うん、だから本当にね、野村なんかねハマったらね4番なんか打てるんだよ。お、まあ、そういう雰囲気も持ってるしね、うん、だから本当にやりがいのあるチームにトレードされたという、うん、ことなんで、はい、本当頑張ってほしいなと思うよね。ね、これで西武が強くなっていくとまたね、はい、そこも評価されるところでありましょうし、まあそれそうだ ね、 ね、そして斉藤投手もね、うん、あの登板する機会が出てくるとまたこれはこれで楽しみですしね。やっぱり、ね、ピッチングコーチでね全然変わるんだよ ね、 ね、やっぱ誰とこう出会えるか、うん、やっぱ運命っていうのはあってね、うん、この球団のこのコーチはダメだったけど俺とは合わなかったけど、うん、この球団に行ったらすごくあったっていうのがね、うん、あるし、うん、その逆説もあるし ね、 ね、いやだから本当にいい出会いがあってね、うん、自分が光り輝けるような場所、ね、でもこれは本人で掴み取りに行かなきゃいかんから ね、 ね、だから斉藤なんかはそうだし、うん、野村は与えられると思うんだよ最初は、うん、だからそこをしっかりね掴んでほしいというふうに思います。はい、うん、ね、まあ2人とも応援してますので、ね、頑張ってください。ということで朝から速報でしたが、はい、期待してます、はい。